滝です。同級生の、男友達と、ちょっと水上バイク、友達の水上バイクをちょっといじって遊んでたところ、足を踏み外しまして、足を踏み外した時に、手をついたんですね。手をついたら、ちょっと、痛みが、出たんですけど、単に捻挫かなと思って1週間ほど放置しました。で、整形外科に、行ってきたらですね、なんと手首の骨、手首あたりの骨が、T 字に縦と横に、ひびが入っていまして実はこんな感じになってますね。こんな感じで縦と横にこう T 字の形に、ひびが入っておりました。ということで、ただいま、こんな状態で、固定されております。まだ痛みはあるんですけども、とりあえず、これで、生活しております。なので、仕事もね、プログラマーなのでキーボード打つんですけど、ちょっとこれじゃ、打ちづらくてですね、右手だけで、キーボード打っている状態です。はい、なので、ちょっとしばらくね、まあ折れてた方が早く治るんですけどね、ひびだと一番長くかかるらしいです。でしかもね、もう骨が弱くなってきている年なので、ちょっとどれぐらいかかるかね、完治までどれぐらいかかるか分かりません。以上、ご報告でした。最後までご視聴ありがとうございました。